ちゃんです。あいみんです。わいわいわいちわい、うん、イエーイ。さあ今日ははいはい GU で1万円以内でバディさんに夏服コーデ組んでみた。そう、はい、はい、ということで今までね私たちのお洋服とかをね購入品紹介してましたけども結構メンズのものも見たいですというコメントがね、うん、多かった。そう、うん、ありまして私たちのねブームのバディさんが男性なんですよ、はい、今日はバディさんにモデルになってもらいまして、はい、バディさんに似合うようなお洋服をねコーディネートしてきたので、はい、そうなんです、着てもらおうかなと思います。はい、はい、皆さんバディさんっていうのは分かりますかね。そうですね、確かに、まあそうね、ウーム用語やもんな。そうです、私たちもそのウームのクリエイターになって初めてね、うん、バディ制度っていうのをね、うん、知ったんですけど、まあいわゆるマネージャーさんみたいな感じでね、そうそうそう、それぞれのクリエイターに担当のバディさんがおりまして、うん、相棒ですね、はい、私たちのちょくちょく動画に出てくるイケちゃんっていうねその方です。イケちゃん、はい、今日はイケちゃんにもしてもらいました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれなんかもうすでに GU みたいな服着てません？それ見た気がします。その服、そうなんですよ、これ多分ね上下 GU、 上下、うわー、やばいじゃん。これは危ない、今日私たちが GU コーデ組んできたから合わせて GU をあえて着てきてくださった。いや、これしかね、服がないです。ええ、いや、今日じゃあめちゃくちゃ服増えますよ。でも正直その服ちょっと買おうと思った。あら、だってイケちゃんシャツのイメージすごいあるから。いや、そう、あの形のシャツね。そう、あの色、それも、うん、危なかったです。薄い淡い色ね、でも違うと、うん、違う、いや、よかった。ということでね、はい、1万円以内で買ってきましたので、では早速着替えてもらいましょうか。はい、はい、まずは誰からいきます？すごそう、すごくない？すごくない、無難、すごくはないけど、あ、でもちょ、意外性は強めかも。あー、違う違う違う、そこがいいかな、どっちかやな。最初はグッチャケ、はい、はい、シャはい、シャシャ、2番目、オッケー。じゃあ、トップバッター行かせていただきます。はい、じゃあ着替えてもらっちゃおうかな。チームワイ、では、お見せしましょう。どうぞ。おー、あー、爽やか、爽やか、あ、痩せました。最近実は皆さんを見習ってダイエットしました。あれ、でもさっきの服より着痩せして見える。見える、ずっとこの姿しまってる。明るい色のイメージがあったんですけど、うん、ちょっと暗めの色にしてみまして。いいじゃん、いいじゃん。そう、本当は言うとですね、ちょっとジャケットを脱いでもらっていいですか？うん、これが一番私はシャツが好きなんだ。そうなんです、白 T が、白 T が好きなんですよ。わかりますよ、わかります、シンプルイズベストのやつ、ね、これが正直、あ、いいです、いいです。ただ安すぎたんですよね。GU さんすごい、1万満たない。なんとこの T シャツ、うん、会員価格で590円です。すごいよ、ちょっと安すぎたね。590、え、でもほんま羽織ったらめっちゃスリム、ね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 、シュッと見える、うん、あのサンダルに靴下履いてるのはこだわりですか？こだわりです。ちょっとなんかかっちりしすぎてるかなと思ったの、うん、パンツとかも、うん、ちょっと遊びを、え、あれ自由、あの靴下自由、すごい、かわいい、自由、自由、いいね。サンダルに靴下ね、ちょっと外してみました。へー、あとですね、ちょっと実はちょっと安すぎて余ったんですよ、お金が。はいはい、なのでちょっとね、ボトムスを2つ買ったんですね。はいはい、半ズボンやん、はい、で、はいはい、私はどうしてもイケちゃんのハーフパンツが見たい。はい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 、少年のような、そう、はいはいはい、いや、似合うと思うんですよ。なんでちょっとこちらも、あー、着てくれる、いいですか、着ていただける、はい、このパターンも、はい、確かにさっきの靴下やったら可愛いやろ。そうですね、似合うと思います。半ズボンも履いてくれるタイプの、抵抗ある人おるやん、多分。おー、そっか、いると思う、うん、いいよね、でもハーフパンツ似合う人、おしゃれだな、うん、うん、そうね、この人は、そうね、自由、自由だから自由、自由、自由、おしゃれは自由ですから、個人的には君かもしれない。そっか、やんちゃな男の子のハーフパンツ、そう、そう、そう、
そういう意味ね。そう、タイプとしてやんちゃな人が。でもだとしても私ハーフパンツ響くのか。ここでちょっと、ここでちょっと、うわっしかね、ハーフパンツということで、いろいろね、ハーフパンツについてお話をしてきましたが、どうでしょうね。では、見ていただきましょう。どうぞ。おーおーおー、いいよ、いいいい、爽やか、いけた。夏、うん、夏似合ってる。いいです、夏ですね、いい、いい、いきそうですよ。うん、出かけ、そうですか、お出かけ、うん、よかった。うん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 、足細いですね。え、そうですか。うん、スラッと見える。いい、めちゃくちゃいい。あれ、普段って短パン履いてないでしたっけ。履いてないですね、やっぱり。そっか、でも見たかったんですよね。履いてそう、ジーンズ絶対似合うと思ったんですよ。ありがとうございます。イケちゃんみたいなタイプだった。いや、みんな お顔がね、見えてないからさ、雰囲気とかわかんないと思うけどさ、合ってる。確かに少年のような。そう、そうなんですよ。めっちゃタイプにぴったり。そうそうそう、これで1万円以内。はい、全部で、ボトムス2つで、すごい、トータル9350円くらいだったでした。ちょっと小物は選ばなかったんですけど、今回はと言ってくださいよ。確かにデート大きい、今、ね、この夏ね。デート大きいか、デート着でハーフパンツか。ええ、どこ行くん、どこ行くん、逆に。え、お買い物とか。どこでも行けるよ。隠してほしくない。ええ、アイミンはさ、やっぱ隠す派やん、そもそもアイミン自体が。ああ、確かに。メンズもやっぱ隠してほしい。なんでなんやろな、この、いや、似合ってんですよ、めっちゃ似合ってるんですけど、隠してほしいそうなんだ。なるほどな。じゃあさっきの長い方がいい、ね、長い方が良かった。すごい良かった、長い方よ。でもめっちゃ似合ってます。ありがとうございます。チーム Y。さあ、ということでね、続きましてあいみのコーディネートになります。それでは2人ともオープンザアイ。パじゃーん。おはい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 。ちょっと入ってるなんか。モード入ってるセットアップだ。そうなんです。ほんまや、シェフパンツみたいな、シェフシャツみたいなの売ってて、あ、なんかダボっとした感じのが売ってましてですね、まあワントーンコーデええなと思って、私セットアップ結構好きなんですよ。そうなので、ちょっとチャレンジしてみたんですが、サイズを聞いたんですよ。 L、 なんか基本 L サイズだって聞いたんですけど、それをその何サイズですかって聞いて返答返ってくる前に買っちゃって、実はあれ全部 M サイズなんですよ。あ、そうなんだ。そう、全然意外と大丈夫そう。なんかちょっと大きめやねんって、そのシェフシリーズが。そう、なんか大丈夫そうですよね。よかった、靴でベージュ売ってたから。あ、そう、靴まで、足元まで。あ、本当だ。そう、これはワントーンできるわ。可愛い。え、あの裾まくってんのも可愛い、ね、あ、そう、裾まくりはこだわりですね。チラッと靴下が見えた方が可愛い。可愛 い、 いね、はいはい、そうで、ベルトもしてて、そこでちょっとかっちり感というか、外しすぎてないよっていう締めポイントも作ってますね。なるほど。 T シャツも一緒ですか。あれね、もしかして別のやつや。ちょっとちゃうんですよ。サラットタイプのやつや。生地が違うやつだ。あったあった。サラットタイプもロングタイプのやつ、うんうんうん、外身がパリッとしてるやん、ちょっと結構ボワッとしてるから、うん、中はちょっとテロッとした素材の T シャツを入れてみましたが、そう、ちょっと一周してほしいです。え、いい。あ、いい、いいですね。え、めちゃくちゃ似合ってる。それ脱ぐとどうなるんですか。あー、癒しのスタイル。まあ、ちょっともうちょっと上に上げたくない。なぜ、ウエスト上げるとどうなるんですか。もうちょっと上のさ。あ、もうちょっと上げた。絶対そう、絶対そう。あ、そうだそうだ、絶対そうや。もうそれそのまま。絶対それがいい。絶対いい。もしでね、もう一回羽織って、うん、もろて。そうやな、うん、いや、この微妙な違いがさ、おっきいね。あ、こっちこっち。あ、絶対にこれだ。だとしたらちょっと1回下げてもらっていいですか。その1個にしてもらって。なるほどなるほど。となるとどうなる。細かなバランスが大事ですね。そうなんです、ね、本当にね、バランスがね。あー、あー、絶対、あー、さっきの方が良かったかな。確かにね、そうだね。細めで2回折るのがいいかも。細すぎかもしれないです。こだわりが細かみ。ごめんなさい、こだわりが。
ません本当に。メイクもそうですけどね。そうですね。ミリ単位のこだわりがだいぶ印象変わりますんで。あ、いいですね。はいはい。あ、いいですよ、いいですよ。あ、いいですよ。いいよ、うん、スタイルアップです、ね、うん、よい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 、あ、でも、いや、アイミンがプロデュースしてるからすごい感じるわ足元までベージュなのがすごいアイミンっぽい、あ、ほんま、うんうんうん、そう、おしゃれ出てます、黒とかも、それ締めるとどうなるんですか、確かにこれどうなるんやろ、あ、でも新鮮かも、あ、でもこれもかわいい、かわいい、これもこれで、あ、でも開けた方が抜け感あるな、そうだね、うん、うん、へえ、いい感じ、え、似合う、うん、いや、やっぱベージュ似合うよね、確かにイケちゃんは淡い色を着てほしくない、うん、そう、いい感じでしたね、うんうん、うわー、かわいい、かわいい、これでトータル、いくらですか、いくらですか、はい、トータルこちらです、1万円以内でございます、収まってる、すごい、あいみさんが多分セットアップ持ってくるだろうなって思いました、すごい、そうされてた、普段自分でセットアップ買わないんで、いや、やっぱセットアップなだけでおしゃれに見えるのもおかしいな、ボディと考えなくてもいいですし、ね、うんうん、2人とも白シャツ続いてます、ね、そうですね、やっぱり、ね、白シャツですよね、夏は本当に万能ですね、じゃあ続いてラストいきます、チーム Y、 ちょっと違います、これは違う、聞かず違う、そんな聞き方難しいの、どういうこと、バケハは正直めちゃくちゃ悩んだんですけど、うん、似合ってるで、似合ってる、よかったよかった、バケハにして、出ます、で、あのさっき腰に巻いてたウエストパウチ、腰に、あんまりウエストに巻いてた、そうそうそう、実はね、その名の通りのウエストポーチを斜めにかけていただき、はいはい、うんうん、めちゃいいね、いい、うん、だいぶいつもと違うイケちゃんをちょっとなんだろう、サブカルっぽい感じを見てくれました、いい、いい、いい、おしゃれ、うん、うん、超おしゃれ、おしゃれ上級者ですよ、これもセットアップってこと、そう、セットアップ、そうだね、でもいろんな色あったよ、ベージュとかもあったし、これ挑戦しやすいタイプのセットアップかもね、確かに、うん、ワンパンツでも挑戦しやすい、ポケットもめっちゃでかい、うん、でかいポケット、確かに確かに、結構なんか男の人ってカバン持ち歩いてないイメージがあるんですけど、うん、あるある、めっちゃ入ると、そしてやっぱ白シャツですね、私もやっぱりね、あ、白を着てほしくなっちゃいますね、うん、そうなんだよね、うん、お、新しい、新しいイケちゃん、え、どうですか、自身的には、これもこんな顔しないんで新鮮です、でなんか動きやすいし、うんうんうん、暑い日もこれで結構フラッとお出かけできそうな、うん、軽そう、軽そう、うん、個人的になんか一番その意外性も込みで、うんうん、今回なんか一番良かった気がする、いい、似合ってる、良かった、似合ってます、どんな感じになるかなと思ってたけど、イケちゃん個人的にはどの服が一番好きですか、確かに、うん、なんですかね、あのどういうシチュエーションかって大事じゃないですか、ああ。でも急に例えば休みの日に出かける服装だったらこれですね、おお。今の時期特に帽子とかもセットでちょっと帽子欲しかったんですよ、最近夫婦で朝ポケモン GO をするっていう、いいなぁ、トレーナースタイルやん、確かに捕まえに行こうとしてる、グムのバディが現れたって結構これ気に入ってるかもしれない、わぁ素晴らしい、かまった、サンダルがグレーなのもポイントですか、これは、そうです、いや何色合わせるか超悩んだんですけど、ちょっといろんな、ね、色と合わせてみて、外しでグレーにあえてちょっと違う色に合わせてみました、いい、でも
あゆみさんのセットアップも本当に普段着なかったので着てみて、うんうんうん、あ、でも気持ちいけるなってポーズもね、決まっちゃうぐらい決まっちゃうぐらい、確かに佐々木さんの本当になんか結構普段の自分に近いポーズがあるので、お仕事でも着れるなみたいな、あ、確かに確かに、おー、いろんなね、シチュエーションのイケちゃん、新しい服が3パターンも追加されてよかった。今後皆さんの現場に来てくれる3パターンどれかいやいやいや、ローテーションで使ってもらえて今日ね、白い T シャツが3枚と入ってくる色々毎日着れますよ。めっちゃ増えましたね、本当にチーム愛。あー、楽しかったね、すごい楽しかった、うんうん、なんかね、買ってる時はさ、やっぱ本人とね、あの買い物に行ったわけじゃないからさ、うん、想像しながらだったけど、実際にね、こうやって来てもらうといいね、いい、想像以上にこうすごくいいコーディネートが組めたと思います、うんうん、よかった。いや、1万円で組めるんだよ。いやね、ほんとだよね、よ、しかも全然あの休みえしないから、うんうん、ぜひ皆さんも参考にしてみてください、うん、とりあえずは白い T シャツを買ってみてください第一歩として、うん、もう万能なんで、池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、またどこかね、GU 以外のブランドとかでも、うん、やってみたい、やりたいなと思いました、うんうん、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。